さて、少しね、5、6分飲み物休憩してパワーアップしたんで再開したいと思います。ね、県営中央公園からまずは伊東津ですね。伊東津の方に行って泉台の方を目指したいですね。はい、ふれあい橋。さて、上伊東津を今ね下っています。はあ、涼しいっちゃ涼しいけどやっぱ日が差してるんで暑いですね。はあ、休憩してるとちょうどいいぐらいですかね。これ板光川かな。ここを越えると八幡東区に入ってしまいますね。ということはこっちに、ここどこ、八幡東区昭和町、昭和ですね。なのでこっちに戻って小倉北区にね戻りたいと思います。よっしゃ、多分こっちが、あ、そうですね、こっちが昭和ですけどこっちが錦京町かな。あ、そうですね、小倉北区錦京町って書かれています。ここ10-16、ギリギリ小倉北区に戻れました。じゃあこの辺ね、ちょっとあんまり土地勘がないんですけど、とりあえず泉台の方に行って、あの自動車学校がありますよね、あの辺まで行って今町とかね、篠崎とかね、なんかあっちの方を目指したいと思いますね。ここが泉台2丁目。じゃあこれをずっと登っていきますね。ゆるい勾配ですけど地味に足に響きますね。見ますかね、この急勾配、これはねなかなか足腰に負担がかかりますね。横から見るとこんな感じ、15度ぐらいありそうですね、角度が。名前めちゃくちゃ綺麗ですよね。だいたい台ってつくとこって平尾台とかああいった高台にあるようなね、地形のところをなんとか台って表したりすると思うんですけど、まあ当然泉台もそういう丘になってるんで台がつくんでしょうけど、泉っていうのがね、高いところに泉があったんですかね。そう考えたらめっちゃ神秘的っていうかかっこいいですよね。高いところに泉が湧いて、なんかすごい綺麗な神聖なるイメージがありますね。泉台いいね。今ね気がついたんですけど、向こうの方あれ皿倉山見えますね。わかりますかね、山頂にいろんなね電波塔みたいなのがね見える。さて泉台3丁目のこの道が何号線？県道51号かな？多分51号線と思います。結構ね、でもこの県道危ないんですよね。さあコスモスが見えますね、日向の町。ああ気持ちいいですね。あら、でもまだ泉台か、ここ。もうちょっと行ったら高尾にね占領すると思います。さて、多分ねもうここは高尾だと思います。泉台を
抜けたと思うんですけど、その標識がないですね。あ、高尾って書いてますね。あっちの電柱のところに高尾2丁目。あー、やりました。久々ですね、この道通るの。2年ぶりかな。多分愛の家がねあったような気がするんですよね、この辺りね。どこやったかな。厳密に言えば山田緑地、山田の方も小倉北区なんで通りたかったんですけど、ちょっとねあそこは道がなくて、しかもあったとしても危ないし、入っていいか分かんない、歩いていいか分かんないんで、この高尾のね道を選びました。県道51号ね。愛の家ないね。勘違いかな。あ、でもここにバスの停留所がある。あの緑の建物って愛の家ですかね、もしかしたら。ちゃう、ちょっと分からんけど。なんかバスが休憩して可愛いですね。あ、あの目の前のバスに見えます。愛の家49番って書いてます。蒲生入り口、愛の家なんですね。やっぱこの辺、これ愛の家車庫って書いてある、うん。まあその愛の家自体の建物がね、あの緑の建物なのかどうかっていうのは謎ですけど。あ、ジョイフルある。ちょっと16キロ歩いたんでお昼休憩しようかな。あー、ビール一杯飲もうかな。寄りますか。11時前ですけど。あいと、8時から空いてますね。すごいすごい。よいしょ。ラストです。はい、あ、歌えたね。よいしょ。一番ね、角のテーブルに座りました。ラッキー。ラーメン。うますぎ。やばい、めっちゃうますぎ。さあ、食べ終わりました。美味しかった。でもね、ペイペイがね使えなかったのがちょっと残念。ペイチャーとか他のねバーコード決済は使えるんですけど、ペイペイ対応してませんでした。悲しいね。矢野商店。まあね、普段通ることのない道なんで、なんか新鮮ですね。しかもちょっと緩い勾配の下りなんで楽ですね。はい、ここね今熊谷なんですけど、一応ね
でもこの辺って小倉北区って感じがあんましないですよね。でまっすぐ行ったら小倉南区の蒲生かな。で左が南ヶ丘だと思います。もうちょっとまっすぐ行って左に行ったら南ヶ丘。でもね、前から思ってたんですけど、なんか南ヶ丘って小倉北区なんですけどね、名前の響き、五感がいかにも南区って感じですよね。南ヶ丘っていうぐらいだから。でも北方っていうのは小倉南区なんですよね。その辺がちょっとややこしくて混同しやすいですね。小倉南区になっと、こっからそうなん？やっぱ蒲生に入るんですね。これね、左に、あ、信号ありますね。あそこから左に渡りたいと思います。はい、小倉北区南ヶ丘2丁目12番大江美容院があります。美容院の横にもう一個美容院がありますね。美容岡崎、理髪店ですね。営業中なんですね。渡ってまっすぐ行っていいんかな。まだ右がね、もう蒲生なんで。あ、これね、小倉北区。あー、見てこの景色、綺麗ね。紫川ですね。向こうに足立さんが見えますね。宝台さん、妙見さん、足立さん、左に行くと古文寺さんとか見えますね。多分おそらくですけど、ここ北方かな。あ、小倉南区の北方に入ってしまいました。あ、この川の向こうが南ヶ丘ですね。あ、あれ南ヶ丘団地見えますね。こっちはね、川のこっち側は北方でした。まあ、あっちの対岸を歩かないといけなかったんですけど、もう一回あの橋があるんで戻りますか。北方から南ヶ丘へね。さあ、北方から脱出しましょうかね。階段を上がって、はい、これ北方大橋ね。結構ね、微妙な遠回りをしてしまいましたが、南ヶ丘にね戻れました。はい、これね、南ヶ丘団地、上から見たらね、三菱のマークみたいなね、エンブレムみたいな形をしています。あー、ここ懐かしい。そうそう、ここ50キロウォークでね歩いたんですよ。それを思い出しました、この道ね。で、今川河畔公園に行ったんかな。向こうに見える足立さん、2日前にね登ったばっかりですね。ですか、これススキがめっちゃ綺麗。この黄色い花なんやろかね。え、秋の訪れですね。ちょっとここでね、 GoPro のバッテリーチェンジとかいろいろ、携帯の充電とかいろいろ準備したいと思います。なんか作業してますね。草っぱりかな。大変やろうね。いいですね。早くね、ちょっと飽きてきたんで上がりたいんですけど、まだね、右手の方は下城野で小倉南区なんですよね。
なのであの篠崎インターの近くまで行って上がって、それでもまだ右手が八幡町なのかな。とりあえずね、河川敷まっすぐ行きすぎると上がれなくなる可能性があるので、もうね早めに上がってきました。さあここのね今町の近くの公園ですね。ああ気持ちのいい場所ですね。なんかこの鉄塔呼び出しのホーンがね搭載されたこの古いレトロなこの骨組みの感じいいですね。なんかいい感じで錆びついてて味が出てます。ちょうどここからまっすぐに小倉北区って書かれた、ね、標識がありますよ。じゃあ八幡町の終わりの地点ですね。あそこが滝川を横断中です。でまっすぐ行ったら東篠崎ですね。トライアルが見えてきます。今ね 21.5 キロ、時間は12時18分でちょうど4時間ぐらいですかね。歩き出して4時間経過しました。いいですね。はい、ちょっとね見にくいけど東篠崎2丁目1番、はあ、21.7 キロか。結構歩いてきましたね。でもねここから12時20分なんで、この辺りからだんだん日差しが強くなってね、気温も今日は22度まで上がるんやったかな。ああもう暑いですね。すでにちょっと右に渡っただけで、ここは南区の八幡町ですね。左が東篠崎ですね。ということはね、この踏切ね、よっしゃー、この踏切を越えたら小倉北区です。はい戻れました。よし、じゃあ線路沿い行きますか。これ分かりやすいですよね。線路の右手が南区の城のあたりで、左手がね東の崎とか片野に出ますね。まっすぐ行ったら、はい、ここから片野5丁目になりました。小倉商業が見えますね。あ、ちょうどモノレールが来た。うん、まあ、特にねモノレールに興味自体はないけどね、こういういいタイミングで来てくれたらなんかほっこりしますね。さて城の四つ角、まあ頻繁にねこの辺歩いてるんで馴染みの場所ですね。ちょっと戻る感じでね、この線路の下沿い、線路沿いをね歩いていきたいと思います。はい、小倉富士見郵便局。さあここねちょっと怖いですね。突破しました。田舎もだ。この辺りは小さな居酒屋が多いですね。 JR 城野駅に来ました。あーなんか嬉しい、一つの拠点って感じがしますね。小倉名物肉うどん、ね、美味しそうですね。アウル、
ここからはね、10号線の方を歩いてみますか。国道10号線なんですけど、めっちゃ暑いですね。風が吹いたら本当ありがたいですね。でも風がない時はもう本当暑い。さあ、高坊にやってきましたね。暑いけどね、高坊まで来て霧ヶ丘まで行ったらね、多分また嬉しさがひとしおですね。ちょっと何が言いたいかわからんけど、町名が変わったら嬉しいなっていうねこと今ね伝えたかったんですけど、暑さでボケっとしてました。あ、焼肉のね安盛が見えますね。一回だけしか行ったことないんですけど、ね、老舗の焼肉屋さんですよね。あら、高坊じゃないわ、重住や。まだね、重住でした。もうちょっと向こうに行ったら高坊かな。正真正銘の高坊だと思います。高坊にって書いてたから高坊2丁目ってことですよね。よっしゃ、今霧ヶ丘までやってきましたね。高坊を抜けて霧ヶ丘ね、まっすぐ行き過ぎたら湯川に行ってしまうんで、大きい交差点をね左に曲がって妙見神社の方を目指しますかね。はい、しゃー、はい、小倉南区湯川の交差点ね。一応ちゃんと小倉北区の先っぽ、霧ヶ丘のね先っぽのところまで来ました。この尖った道、何回も左に曲がろうかとね思ったけど、これを渡って左に行きましょうかね。よっしゃー、霧ヶ丘からまあちょっと湯川に入ったんかな。これ正確に言うと今は、まあ、今ちょっと湯川2丁目なんですけど、よし、はい、これまっすぐ行って黒バルの方にね、黒バルかな、三井歩道橋、あれをね越えてくればよかったですよね。湯川までこれね、そしたら湯川まで混んで済んだような気がします。であっちからずっとこれを渡ってきたら、降りた先が霧ヶ丘かな。あら、これまだ湯川2丁目、あれ、よし、こっから上りですけど頑張っていきますか。結構ね上りますね。26キロ1時11分、はあ、上りが続く。でもね、霧ヶ丘から黒バルにね、今黒バルに到達しました。嬉しいですね。すごいこの坂、めっちゃ急登、見ますかこの車形。あ、車形やない、傾斜すごいね、これきつい。あ、でもね、ここにちっちゃい階段がありますね。
なんかもうね、修行って感じがしますね。すごい。もうね、めっちゃ見晴らしがいいですね。もう写真撮ろう。ね、素晴らしいね。さあ、妙見宮にね、到着しました。まあね、あ、ちょうど27キロですね、今。嬉しい。ネクターめっちゃうまそう、はあ、ここいいね。ね、あの遠くにあるのが和気の清丸像ね、こういう名前、和気の清丸像。あ、最高っすね。森林浴できます。めちゃくちゃ涼しい。なんか天国って感じしますね。はい、ここがね、2日前に来た赤松林駐車場ですね。でもね、今日はそこを経由せずに、あの古文字山登山口を目指します。そして暴言草広場ですね。はい、現在 27.9、 もうちょっとで28キロ。あなた、古文字山登山口ですね。まあ2日前にもね、ここから古文字山に登ったばっかりなんですけど、今日もね、結構車が止まってますね。バイクも止めてらっしゃいます。さあ、ちょっと躊躇する部分があるけど、一応メモリアルクロスね、行ってみましょうかね。なんで躊躇するかっていうと、今年の2023年1月2日、今年の初登山にね、古文字山登ろうっていう時に、このメモリアルクロスのね、大きな木のとこで男性が首を吊ってね、首吊り自殺をしているのをちょっと発見してしまったんですよね。プラーンってぶら下がって、それをね、ちょっと思い出しますね。で、このメモリアルクロス十字架のね、奥の方やったかな。ちょっとね、今ドキドキしてます。ああ、この正面の一番幹の太い木ですね、確か。ここでね、ジャケットを着た身なりの綺麗な男性でしたかね。なんか荷物を2つぐらい持ってて、旅行カバンみたいなんとボストンバッグかな。で、綺麗に完全に首をつ、なんか宙に浮いた状態じゃなくて、首は吊ってるけど、つま先、足は地面についてる感じなんですよね。
なんかだけ中腰の状態でプラーンとなくなってましたね。それを思い出しますねっていうね、暗い話でした。はい、暴言そうしたのね、広場に到着しました。ちょっとね、さっきのネクターの缶を捨てたいと思います。よし、さあ次はね、時矢町を取ってタムキ山の方行きますか。メゾンモンブラン、富野台で、こっちが富野分屯地ね。住所は菅町で、正面が大谷池ですね。この小川のね、せせらぎがいい感じですね。あ、ちょうど今ね、30キロ、ね、1時58分、2時ですね。2時に30キロ達成、5時間46分。さて、菅町からこのね、高速の富野口、このね、暗闇のトンネルを抜けて赤坂に出ます。あ、違うか、上富野かな、これ。地味にきつい。ああ、後半の上りは結構きますね。頑張れ頑張れ。ああ、2日前はね、これを逆に田向山からこの赤坂の道をね、ダッシュで下っていったんですよね。今それの逆を登ってる感じです。はい、桜ヶ丘小学校に着きました。このピンクと緑のカラーリングがジーモみたいですよね。モジクのマスコットキャラのジーモカラー。今ね、アップルウォッチで計測しているのでは31キロなんですけど、山アップでは今やっと30キロ超えたぐらいなんですよね。約1キロぐらい誤差が出てますね。よいしょ。ちょっとね、この右側を歩くと門司区西新町なんですけど、左が一応小倉の赤坂ですね。ちょっと思ったんですけど、まっすぐ降りて左に曲がったら田向山トンネルなんですけど、でそれ右に曲がればもう延命寺臨海公園に着くんですけどね、それだったら赤坂海岸を通れないんですよね。なので今考えたのが、これ下ったらちょっと右に曲がって、結構門司区に入ってしまうんですけど、ぐいっとで回り込んで、その JR の沿線路を越えて赤坂海岸をね、あの釣り人がいっぱいいる赤坂海岸をずっと歩きたいんですよね、やっぱ。そしてゴールっていうのがやっぱ理想なので、まあ、体力もまだ全然余裕なので、田向山トンネルアパスして右の門司区にね、ちょっとだけ入りたいと思います。はい、村立門司代理店ね。どの辺かな、左に曲がれる道があるんですけど、あっちの高架橋みたいなとこかな、線路の。よっしゃ、歩道あります、よかった。あ、こう通れますね。見えます、これコンテナ線路の、線路があってね、貨物のコンテナがいっぱいありますよ。すげえ、なかなか貴重映像じゃないですかこれ。よかった。
さあ川を越えました。もう海ですね、すぐそこ。モジック松原、さあ赤坂海岸にね、ついにやってきました。あー、自動販売機ある。ちょっとね、なんか買おうかね。それ使おうかね。あー気持ちいいね。本当はね、ビール飲みたいけどね、早鷹カフェにしました。涼しいし、さあ延命寺臨海公園、ついにね戻ってこれました。ああ嬉しい。相当ブランコもあるし、このね砂場も広いし、ピラミッドもあるし、ナイキランクラブでは34キロ。じゃあ山ップはね何キロでしょうか。山ップは 33.4 キロ。なるほど、6時間40分。今2時45分ですね。今回結構思いつきで小倉北区を一周してみようかなっていう感じで始まったんですけど、まあ無事にね、35.1 キロ、タイムは7時間と37分ね。まあ無事ね普通に完歩できました。まあ良かったです。もう一部ね八幡東区とか戸畑じゃないモジックとかにね入ったりはしたんですけど、あとねこれ山田緑地の方とかねちゃんと歩けたらねもっと良かったんですけど、まあ良かったと思います。ではご視聴ありがとうございました。